自民党の森山裕総務会長が今日金沢市内で講演しました。農林水産大臣などを歴任してきた森山氏は近年米の輸出量が増えていることについて触れ、海外の完全機械化した無人農場などを参考に今後も世界の動きについていかなければならないと述べました。また9月の自民党総裁選について、派閥を解消してから初めての選挙で国民の関心が非常に高いと指摘。今の日本が置かれた情勢を踏まえ、次の総裁には外交や経済政策を重視することが求められるといった考えを示しました。